アレクサンドラ・ジョゼフィーヌ・テレサ・シャルロット・マリー・ビレル・ミーヌド・ナッソーは、ルクセンブルク大公アンリと、キューバ生まれの妻、マリア・テレサ大公妃の長女。ルクセンブルク大公女を呼び、ナッサウ公女の称号を持つ。大公位継承順位第6位。アレクサンドラは、アンリ大公夫妻の5人の子供たちのうち4番目に、生まれた長女で、唯一の女子である。ギローム・フェリックス。 ルイの三人の兄、そして一歳年下の弟セバスティアンがいる。長年、ヒーババのシャルロットやその姉のマリーアデライドが、ルクセンブルクの統治者になっているにもかかわらず、ルクセンブルク対抗家の相続はサリカ法に基づいているため、女子であるアレクサンドラに継承権はなかったが、2011年6月、父アンリ対抗によって継承権が与えられ、長兄、ギオーム、 時系フェリックスに次いで第3位となった。2017年11月に母のマリアテレサ大公費の代役で父のアンリ大公と共に日本国を訪問。訪問に際して日本国政府より法官母短章が贈与された。ありがとうございます。